ガメラシリーズガメラ3写真覚醒、ガメラ3写真、イリス覚醒は、1999年3月6日に、大映画制作し東方系で公開された、怪獣映画、平成ガメラシリーズの第3作で、全2作を受けての完結編として制作された。監督は、全2作と同じく、金子修介。ガメラ大怪獣空中決戦から4年後、 ガメラにレギオン襲来から3年後の世界を舞台に、とある村で覚醒した、海生物イリスと世界中で大量発生している、ギャオスとガメラ、そして人々の戦いを描く。しばしば怪獣映画を見る人間が持つ、いくら正義の味方の怪獣でも、悪の怪獣を倒すために、街中で激しく戦ったら、一般市民が巻き添えとなって犠牲になるのではないかたとえ悪の怪獣を倒しても、 そのための人の死は許されるのかという疑問に挑んだ作品であり、キャッチコピーにも、私はガメラを許さない、が使われた。最終決戦の舞台は、京都駅であり、怪獣映画において、史上初の屋内戦となった。また、全体として、上記の疑問が絡んだ形となっているため、全2作品と比べ、シリアスな演出が全面的に押し出されている。また、ガメラが、 ギャオスの放った光線から子供を守ったり、イリスに襲撃されて半ば壊滅した村を、一に登場した、長峰真由美と大迫力が調査したり、前作では、ガメラの味方になっていた、自衛隊が本来倒すべきギャオスやイリスよりも、ガメラを危険視して、攻撃を加えたり、イリスがマガタマを通して、人間の少女と交信する、等、一へのオマージュと言える演出やシーン等が多数、登場し、 現実では当たり前の事象となっている受け手の立場によって怪獣の善悪が入れ替わることが踏まえられている。1、2とは時系列的につながりがあり、三部作の完結編ということから本作では1や2での出来事に直接触れられるシーンも複数あり、それらが本作に大きく関わっていく形となっている。特に一での出来事が本作に深く関わっており、 オープニングのスタッフクレジットには、一のシーンを多数流用している。劇場公開前の1999年2月には、メイキングビデオ、ガメラ1999と、ガメラ巨大生物審議会が発売された。配給収入6億円、観客動員100万人。結果的に、3部作は、目標の10億円には届かなかった。配給収入が10億円を突破していれば、 すぐに4作目の制作の話になったとも言われる。本作は当初から完結作の意気込みで制作されていたが、この成績を受けて正式にシリーズ終了が決定した。大英が制作した最後のガメラシリーズ作品である。ガメラとレギオンの戦いから3年後の1999年。かつて人間を捕食する殺戮生命体ヤオスを発見し、 今や、その研究の第一人者となった、長峰まゆみは、とある赤道直下防国の村で発見されたギャオスの死体を調査していた。まゆみが、このギャオスは他にいなかったか、とガイドを通じて、村人たちに尋ねると、全員が一斉に空のある方向を指さした。その頃、沖の鳥島近海で、深海調査中の探査機、海溝は、ガメラの墓場とでも言うべき、 おびただしい数のガメラの骨を発見する。4年前、東京におけるガメラとギャオスの戦いの巻き添えで、両親を失った少女、平坂彩菜と弟の悟るは、奈良県高市郡南安賀村に住む親戚の日野原家に引き取られていた。彩菜はガメラへの逆恨みから来る、激しい憎悪に囚われ、未だに親戚や周囲の人々と打ち解けられずにいた。ある日、 アヤナは悟ルをいじめる、同級生の三人組に土俵試しの真似事をさせられ、南アスカの旧家、守ル v 家の敷地内の祠にある、古くから柳星針が眠ると伝えられる洞窟から、柳星針を封印する石を持ち出す。アヤナの同級生の少年、森部流生は、妹から敬意を知らされ、現場に急行し、アヤナと二人で、封印の石を洞窟に戻す。その際、 二人は、洞窟の奥で、1995年以来、ギャオス9月17日、マユミと共に、ギャオス対策に当たった、斉藤正明、日本国の根幹につながる、内閣官房所属の朝倉美斗をはじめ、各方面の専門家が集まって審議が開かれる。同日午後7時半ごろ、東京、渋谷上空にガメラと2匹のギャオスが出現する。 ガメラのプラズマ火球で撃墜された一匹目のギャオスは渋谷駅近辺に落下し同じく渋谷駅に降り立ったガメラに止めを刺される。ガメラはプラズマ火球を連発しもう一匹のギャオスも粉砕するが周囲への被害を一切顧みない戦いの果てに渋谷周辺は完全に壊滅し1万人以上もの犠牲者が出てしまう。この惨劇を機に政府と世論はギャオス以上に ガメラを危険視し、アヤナもガメラへのさらなる憎しみを深めていく。時を同じくして、アヤナが洞窟で見つけた卵状の物体から奇妙な生物が生まれる。再び洞窟を訪れたアヤナは封印の石の下に埋もれていた謎のま玉を介して、この生物と心を通わせ、亡き飼い猫の名をとってイリスと名付ける。流星はこの生物を主い家に代々伝えられる。 復活すれば、この世は滅びる最悪ではないかと考え、アヤナを悟すが、アヤナはイリスが、両親のアダガメラを殺すことを願い、密かに育てていく。アヤナの像をおかてに急速に成長したイリスは眉を形成し、アヤナを自身に包み込む。流星は洞窟に駆けつけて、眉の中からアヤナを救出するが、アヤナは意識不明になり、イリスは姿を消す。 エジプトでの旅客機撃墜を皮切りに世界中でギャオスが出没する事態が起こっていた。まゆみは朝倉のブレーンである倉田深夜から送られてきたシミュレーションディスクやかつてガメラと交信した少女草薙アサギとの対話から地球の生態系を循環する生命エネルギーマナに関する仮説を考える。それは1996年に ガメラがレギオンを倒すためにマナを大量に消費したことで地球環境のバランスが大きく崩れギャオス大量発生のトリガーとなったというものだった。ギャオスらしき生物が南アスカ村に出現した報告を受けたマユミは巨大生物の最悪に人生を狂わされホームレスとなっても渋谷の惨事を生き残った元長崎県警警部の大迫力と再会し承知する彼を励まして 共に、現地へ向かう。ギャオスの捕食とは異なるミイラ化した村民の死体や、主い家の洞窟内に残された卵の殻と眉の組織片を調べる眉美は、柳星針を止めるための宝具、突火剣を洞窟前の祠から持ち出そうとする流星と出会い、アヤナの存在を聞き出す。 病院で眠るアヤナの元を訪れたマユミから、アヤナがガメラのものとは違うマガタマを所持していることを伝えられたアサギは、アヤナに会うために南アスカ村を訪れる。マユミが採集した組織編を受け取った国立遺伝子研究所は、その生物はギャオスの変異体であるが、自身の染色体構造をも変えてしまうほどの極めて凄まじいもので、すでにギャオスとは別の生命体であり、 どこまで進化し続けるのか予測ができないという結論を、まゆみに伝える。ギャオス、ガメラを想像した、超古代文明人の末裔である朝倉は、イリスと交信した、アヤナを調査するため、独断で、アヤナを、病院から移送してしまう。斉藤の情報提供を受け、アヤナを追って、京都へ急行したまゆみと、朝木は倉田に出迎えられる。倉田は二人を、朝倉のもとへ案内する途中。 深海のガメラの墓場は、マナの器たる、守護獣になれなかった、ガメラの廃棄場である、という辞説を披露する。マユミは朝倉に、イリスがアヤナと神経融合を試みた可能性を示唆し、アヤナを施設の整った東京の病院への搬送を主張する。時を同じくして大葉様に悟された、流星もアヤナを追って、大葉様と共に京都へ行く。 そして南アスカ近辺の生物を捕食し、生態となったイリスは、監視していた陸上自衛隊普通化小隊を全滅させ、アヤナとの完全な融合を求めて飛び立つ。最終決戦の舞台である京都駅リスは、紀伊半島上空で、ガメラ紹介中だった海マイナス 15J 戦闘機と、続いて出現したガメラとの空中戦に入るが、ガメラ相当を優先する。 自衛隊がペトリオットでガメラを攻撃した隙をついて逃亡。大型台風8号が京都市に接近し、航空機が接近できない中、アトランティスの邪神イリスと守護獣ガメラは京都市外へ降り立つ。憎王に満ちたアヤナの思いを受けて文字通りの邪神と化したイリスはガメラを圧倒し始め、ついにガメラはアヤナとマユミトールがいる京都駅ビル内に叩き伏せられる。朝倉は アヤナから曲がたまを奪い、イリスとの交信を試みるが必ず、倉田と共に瓦礫に押し潰される。イリスはそのまま、アヤナとの融合を試みるが、京都駅にたどり着いた流星が、突塚圏を投げつけ、イリスとアヤナのつながりを断ち切る。イリスは流星を吹き飛ばし、正気に戻ったアヤナを体内に強引に取り込み融合を果たそうと、 したが、復帰したガメラに腹部をえぐられ、アヤナを取り出されてしまう。イリスは、ガメラの右手を、やり腕で貫き、読み取った遺伝子から再現したプラズマ下球で止めを刺そうとする。ガメラは、自らの右腕を下球で吹き飛ばして脱出し、イリスが放った下球をその右腕で受け止め、炎の拳に変化させて、イリスの傷口を殴りつけ、粉砕させる。その後、アヤナは、 マユミの必死の心配蘇生法とガメラの呼び寄せたマナによって事なきを得て、流星も怪我もなく生還する。アヤナは自身の所行を深く悔やんで涙する。その頃、米、中、六各軍からの連絡により、世界中のギャオスが日本にへ向かい始めていることを把握した日本政府と自衛隊は、優先目標をガメラからギャオスに変更し、総力を挙げての迎撃を決定する。 傷が癒えぬガメラもまた、眉美、浅木、流星、アヤナに見送られ、ギャオスとの戦いに向かう。具体的な身体スペックの数値は、ガメラ3公式パンフレットに基づく。詳細は、ガメラ、ガメラ3邪神覚醒でのフォルムを参照より、ウミガメに近い形となった腕やさらに小さくなった、頭部、白目が緑色に変化している。そして、 甲羅の側面や正面が鋭利な形に変化している。飛行時に平たく伸ばした腕を翼のように稼働できるようになっているなど、ガメラにレギオン襲来での作品設定から、さらなる進化を遂げている。ただし、1から2以上に急激に進化したため、全2作で伺えた共通する面影や特徴は、ほとんどなくなった。作中の登場人物であるクラタは、 ガメラはギャオスに対抗するために超古代文明により作り出された生物兵器であると主張している。また、口述するイリスと同様に、ガメラは死人の一体である黒い亀の姿をした北方の守護神言部に対応することが示唆されている。南安賀村の山奥の祠から覚醒した謎の生命体。劇中では長峰の調査によってギャオス変異体と断定されてはいるものの、 いつから存在しているのか、どういった経緯やきっかけで、ギャオスから変異したのか等は明らかにされておらず、多くの謎に包まれている。また、ガメラに対し、強い憎悪を抱いているとされているが、どういった経緯で憎をするに至ったかも、明らかにされていない。名前は、あやな一家が東京に住んでいた、時期の飼い猫の名前に基づく。かつてのガメラと同様にマガタマを用いて、人間と、 精神交換を行う、能力、捕食時に、相手の体液から遺伝子情報を読み取り即時、解析することで、相手の DNA を自分の DNA に組み込んで、相手の能力や特性をコピーし、染色体レベルで無限に自己進化する能力を持っている。南安賀村の八代の沢に、柳星針の名で遥かな昔から、 卵の状態で封印されており、仮に復活を果たすことがあれば、世界を終焉に導くと恐れられていた。そのため守る部一族が代々封印の先盛りを務めていた。イリスの別名、柳保縛りは、中国星座二十八宿のうち、海蛇座にあたる南方の卑宿に由来することから、イリスが中国の伝説上の真珠で南方を守護するスザクに対応することが、 劇中の会話により示唆される。イリスには以下の3形態が確認されている。第1形態南アスカ村の祠に封印されていた卵から誕生したサイの姿。封印がほころびていたのは前作に登場した宇宙怪獣レギオン撃滅のためにガメラが地球上のマナを大量消費したためである。いわゆる妖体の状態であり。 体長1メートルほどの巨大なカタツムリのような外見で頭部には2つの黒い瞳は存在するが、口は存在しない。体を覆うからからは、触手が何本か出ており、その触手の先に収納されている、鋭く尖った爪のようなものを餌となる対象に突き刺し、体液を吸い取ることで捕食を行う。作中では、封印を解いたアヤナの手により育てられることになる。 その真珠はガメラへの憎悪で満ちており、自身と同様にガメラを憎み周囲から、ほぼ孤立している、アヤナの真珠に共鳴。彼女に対し自身を保護、育成するように仕向ける。第二形態南アスカ村の山中にて、アヤナと融合を試みた、サイの姿。妖体であった第一形態が、山中の野生動物を捕食した結果、殻を開き触手がさらに増え、 発光する部分が形成されるなどの生態時の特徴が現れ始めている。山中でアヤナと遭遇した際にはガメラを超える戦闘能力を得るため、かつてのガメラ同様に人間との精神交換を心見るため対象の人間との生態融合をしようと、アヤナを自身の眉の中に取り込み神経系統の融合を図ろうとするも、直後にアヤナを流星に助け出され失敗に終わる。 融合の際は彼女を取り込むために触手と薄い皮膜、粘液状の物質で覆われた眉を形成する。この段階の大きさは体長3メートル程度。融合こそは失敗したものの、自身の染色体構造をも変える、爆発的な自己進化を遂げた後、南安賀村の多数の村人を捕食し、生態に成長していくことになる。第三形態生態となった姿。 アヤナとの融合に失敗した後、南安ス村の住人たちの体液を奪い取りさらに成長。体色もオレンジに変化し、無数にあった触手も、槍腕や足に姿が変わり直立に即歩行を行うなど、人間的な特徴の体を持った状態となる。最初のカタツムリのような姿から、人型に近い姿に変化したのは、アヤナとの融合の際に読み取った DNA を、 吸収したことに加え、村の住人の体液を吸い取る際に、同様に彼らの DNA を吸収、それに伴う爆発的な自己進化を起こしたことによる結果だと考えられる。頭部の形はわずかにギャオスの面影を残してはいるが、新たに発光する単眼とそれを覆う、外骨格が急頭部の上部に形成されている。身体的な特徴として、単眼の他にも、 両肩から2本ずつ、計4本生いている、伸縮自在の触手、両腕の鋭利な槍状の鉄鋼を、部分的に発光する胴体、背面の4枚の浴場の突起などが認められる。背中には、ガメラの甲羅によく似た外角が存在する。ギャオス同様、超音波メスを、攻撃手段としてはいるものの、全体的な形態は、蒸気の通り人型であり、頭部を除いて、ギャオスの原型は、 愚か面影を認めることすら困難である。鳴き声は、ギャオスのような噛んだかい声ではなく、フクロウやキジバトなどの鳥類の声を濁らせたような、低い声で発生する。自衛隊の一個小隊を全滅させ、自衛隊の F-15 並びにガメラとの空中戦を展開。ガメラの猛烈な追撃に苦戦しながらも、両者を振り切った後、アヤナとの完全融合を求めて、京都に飛来し、 JR 京都駅ビルにてガメラとの死闘を繰り広げる。空中戦とは一転して、アヤナの憎悪に呼応するようにガメラを圧倒。鉄鋼を使った攻撃で胴体を貫通。重傷を負わせて一時戦闘不能に追い込む。その場で、アヤナと再会するも駆けつけてきた流星によって、自身とアヤナを結ぶつながりを立たれ激光する。流星を攻撃し、サイド合に彼女を自らの体内に取り込み、 ついに、彼女との融合を果たしたかに見えたその時、再起した、ガメラの逆襲で腹部をえぐられ、今度は、自身が重傷を負わされた上、融合寸前のアヤナをつかむ。鉄鋼で、ガメラの右手を壁に突き刺し反撃を図るも、ガメラは、自らの右手を、プラズマ下級で爆砕させて切り離して脱出。吸収した、ガメラの体液からコピーした、オーバーブーストプラズマを放つも、 ガメラは破壊した右腕で受け止め、騎士改正のバニシングフィストを発動させ、アヤナの救出時に開けられた傷口に、炎の塊となったガメラの後ろをねじ込まれて爆死。その後、その亡骸も頭部をガメラに踏みつぶされる。能力、編集ジームスナッチャー腹部の中心の発光体部分が開いて、強力な吸引力で生き物を吸い込み、体内に取り込んでしまう。 アヤナを完全に融合させるために使用したが、一度目は流星に、二度目はガメラに阻止された。タクランサー4本の触手。先端は矢尻。また、この部分には独立した中枢機関があり、それぞれ個別に自己判断を下し、敵からの攻撃に対処する。このほか、下記の通り飛行する際にも利用する。飛行能力タクランサーを展開させ、その間に、 両肩の翼から発生させた半透明の膜で軌道を取り飛行。攻撃の際は一本内し、二本閉じて攻撃に使う。また、両肩にある突起の付け根部分から、Z 噴射のような役割を担う部分があり、ここでも軌道調整を行っている。飛行速度はマッハ級で、この際足も触手状に変化している。超音波、メステンタクランサー先端から放たれる。 その性能は単純な威力面でもギャオスのものを上回り、縦横無尽に動く触手の機能も、相まって、全方向、広範囲に向かって、計4つものメスを放つことが可能。空中戦でガメラに放ち、ガメラの皮膚だけでなく、甲羅にまでダメージを与えた。アンチプラズマフィールドテンタクランサーを振り回して、ガメラのプラズマ下球を払いのける能力。 作中では跳ねのけられた火球の着弾によって京都は激しく炎上してしまう。スピアーブソーバ腕の鉄鋼部分が伸びて槍状に変化する。ガメラの甲羅を差し貫くほどの威力で、さらにはテンタクランサー同様、この部分からも相手の体液や DNA を取り込むことが可能。作中では復帰したガメラに対し、右章に突き刺すことで動きを封じるも、これで墓穴を掘ることとなる。 オーバーブーストプラズマスピアは武装場から吸収した、ガメラの血液を体内で解析、ガメラのプラズマ下球をコピーし、テンタクランサーの展開した先端から発射する。別名にせプラズマ下球。しかし、武将を捨てその下球を受け止めたガメラにバニシングフィストを編み出され、そのカウンターを受けて爆炊されてしまった。詳細は、ギャオスギャオスハイパーを参照レギオン戦でのマナの、 消費により生まれた一の個体とは別種のギャオス。一のギャオスと比べると繁殖力、攻撃力、飛行力は大幅に上がっているほか、爪に猛毒を持つ。体格はほっそりとした動物的なものになっており、体色は黒く一部に赤が混じっている。渋谷浜辺でも二頭が確認されたが、一頭はガメラにプラズマ下球を当てられて渋谷駅へ墜落して、 重傷を負った身にとどめを刺され、残る一頭もプラズマ火球を三発連続で当てられて、爆死する。その後、世界中で現れるも全てガメラに殺されている。ラストでは、大量の個体が日本に向かって飛行する姿が描かれている。なお、一のラストでは、もしギャオスが古代の時代に渡りを行っていたとしたら、世界中にギャオスの卵があってもおかしくないと今作における。 ギャオスの大量発生を示唆する会話がなされている。劇中においては、ギャオスハイパーの名称は一度もなく、ギャオスと称されている。長峰真由美園中山忍本作の主人公で、鳥類学者。一の頃、ギャオスと初めて遭遇し、ガメラとギャオスの戦いが終わった後もギャオスの生態研究をしており、本作では、ギャオス研究の第一人者となっている。 一の後、ギャオスに関する事柄をまとめた、会長と遭遇した日という著書を出版している。アサギから、地球の生命エネルギーマナについて聞かされ、3年前のレギオンとの戦いで、ガメラがそれらを使ったことが、ギャオス大量発生の要因であったことを知ると同時に、奈良県の南アスカ村でイリスの存在を知ることになり、やがて、ガメラとイリスとの死闘に関わっていく。 平坂彩乃園、前田愛もう一人の主人公、中学生の少女、1984年10月4日生まれ、4年前までは都内のマンションに一家で住んでいたが、ガメラとギャオスの戦いに巻き込まれて、両親を失って以来、ガメラを激しく憎み続けている。やがて南安河村に住む親戚の日野原家で、居候となるが、日野原への改正を要求する刺激の母や、 よそ者扱いする、同級生、ともみ、さなえ、なつのサトルへのいじめにより、サトルや理解者の刺激以外とは心を閉ざしてほとんど、口をきかず、自分の殻に閉じこもる生活を送る。ある日いじめによる命令が発端となり、山中の社の沢で、柳星針に封印されていた最悪を解放。両親のあだとみなすがめらへの憎悪からイリスを育て始め、 近くで見つけたマガタマを媒介して、かつてのアサギとガメラのように更新するようになる。ガメラへの憎しみは、両親を失ったショックや、当時の悪夢がフラッシュバックし、その現実を受け入れられないことでガメラを非現実的なほど凶悪な存在に増長したものである。イリスとの最初の融合に失敗した後、意識不明となって、奈良県内の病院へ搬送されたが、その存在を、 重要視した朝倉によって、京都へ連れ去られる。長峰に居場所を突き止められ、東京の病院へ運ばれるはずだったが、京都に台風が上陸していたために叶なわなかった上、彼女を追いかけたイリスが飛来した後には遅れて、飛来したガメラを、アサギの生死も、イリスに取り込まれた後、ガメラへの憎しみが思い違いであったせいで、周りの多くの人が犠牲となったことを知り、 困惑した助を求めたところでガメラに救出される。ガメラがイリスを撃破した直後に、長峰たちのおかげで一命を取り留め、流星の腕の中で泣きながら、ガメラに謝り続けた後、満身創痍の状態ながらも迫りくるギャオスの大群と、退治しようとするガメラを見送る。草薙、朝木縁、藤谷文子前二作では、ガメラの心を知る人間として活躍したが、二の後に留学していたようで、 本編中盤に帰国。長峰にコンタクトを取り、再び長峰と行動を共にする。ガメラについて知るために勉強していたと語り、得た知識や見解はガメラに思う気が置かれているものの倉田の見解との関連が見られる。倉田からもガメラについては、彼女の方がよく知っているだろうと語られるなど、間がたまが壊れガメラの心が見えなくなった後も、ガメラを信じ続け、 最後までガメラの理解者であり続けた。ガメラへの強い憎しみよろにする、アヤナに対し、憎しみを立たせようと必死の呼びかけを行い続けたり、瓦礫に巻き込まれた長峰を危険を顧みず、助けようとするなど活躍する。森部流星園、小山有数百年続く休家で柳星針を代々守ってきた、守る部屋の長男。日野原家に身を寄せる良ナとは、同級生で、 幼馴染みの間柄である。あやナに恋心を寄せているが、話しかけてもほとんど無視されて、相手にされない日々が続く。伝えきれない、寮内の行為と優柔不断な性格から、柳保縛りに封印されていた最悪の解放を許し、間接的ではあるが、イリス覚醒の原因となってしまっている。祖母から柳保縛りの伝説を聞き、主語を受け継ぎ突火剣を持ち出す。明くる夜に、 イリスの眉に取り込まれたアヤナを突塚剣を用いて救出するが、イリスが作った眉で全身が濡れて気絶していた状況から刺激や駐在にアヤナを暴行したとあらぬ疑いをかけられてしまう。イリスの襲撃で南安賀村が壊滅した後も生存しており、祠に立ち寄った長峰と遭遇したことで平坂市邸との接点を導く。 アヤナのことで苦悩していたところを大葉様に励まされ、アヤナを救おうと共に、京都へ向かう。イリスに取り込まれようとする、アヤナを助けようとするが、イリスの攻撃を受けて気絶させられてしまう。かつて地球の危機を救ったガメラに憧れを抱くという、幼心を持ち合わせており、ガメラの行動も弁護する。アヤナのことは当初、平坂と呼んでいたが、物語の中盤から、アヤナと呼ぶようになる。 アヤナからは、シュブ君と呼ばれている。シュブミユ園安藤のぞみ流星の妹。アヤナが、友美、早苗、夏子の三人に、森の沢へ連れられてきたことを兄へ伝えるなど、正義感が強い。また、刺激から、兄の流星が、アヤナに暴行したと疑われた際は、強くかばうなど、兄思いな性格でもある。本編ではイリスが、南スカムラを襲撃した後の出番はなくなるが、 その後は聞き込みに訪れた警察に祖母と共に、応対する未公開シーンがあるため、生存している。平坂悟縁、伊藤隆史大彩菜の弟で、4年前のギャオス、東京襲撃時は、千葉県松戸市の新類宅に避難していたため、無事であった。父の遺品であるカメラを持ち歩いている。彩菜の同級生3人組から、よそ者扱いをされ、いじめを受ける。姉の彩菜とは違い。 ガメラへの憎しみは解無。朝倉美都園、山崎千里内閣官房、内閣情報調査会所属で巨大生物被害、災害審議会メンバーであり、日本国の根幹に通じているとされる謎の女。倉田をブレーンに仕立て、被害規模など様々な事柄をシミュレートする。怪獣に対し独自の情報や見識を持っていたようで、ある。倉田の口からかつて巫女であったことが語られ、 液境の引用や日本書紀に関連する発言など、古代の神秘にまつわる造形が深いことがわかる。倉田の仮説によると、ギャオスを想像した超古代文明人の末裔で、本来は、アヤナではなく、彼女がイリスと交わる役割を持っていたと見られている。最後は、ガメラとイリスの戦いで火の海と化した、京都の街を目の当たりにして、アヤナのまがたを奪い、自らがイリスとの交信。 融合を図って、進撃を阻止、並びにガメラと交戦しようとする。しかし、マガタマが反応を示しかけたところで、イリスとガメラの激突によって破壊された京都駅の崩落に巻き込まれ、断末魔の叫びを残して死亡する。倉田深夜園、手塚通る水系統計学と風水をモチーフにした、ゲームで有名となった、コンピュータープログラマー。長峰に、謎のプログラムディスクを郵送してくる。 政府関係の仕事に携わっているという噂があった以降は長らく行方不明とされていた。実際は京都に滞在しており、ブレーンとして朝倉を補佐していた。ガメラやギャオス、そしてそれらと繋がったアサギやアヤナのような特殊な存在には独自の見解を語る。常識にとらわれない彼の見解は、ガメラ、ギャオスとイリス、それぞれ生み出したであろう、超古代文明人の意図を組み、 視聴者と長峰に、怪獣たちの詳しい背景を説明する役割を担う。最後は、ガメラとイリスの戦いで破壊された京都駅の落ちてきた、天井の瓦礫の下敷きになり、死への恐怖の実感に笑いながら死亡する。未公開シーンでは、京都を訪れたアサギに、ガメラが人を踏みつぶす理由、聞いてるというなどデリカシーのなさが描かれており、本編の発言からも、 人類は怪獣によって滅んだ方がいいと考えている、不死がある。大阪力から園、ホタル雪次郎三部作を通して登場しており、怪獣の出現で人生を狂わされた男。1では、長崎県警の刑事。2では、北海道の酪農家から、ビール工場の警備員と食を転々とし、最終的に流れ着いた渋谷の街で小雑誌を売る、ホームレス生活をしていた。そして、 偶然長峰にばったり会うが、この時は別人だと言って話をしなかった。ガメラとギャオスハイパーの激戦による渋谷の炎上後、他のホームレス仲間はギャオスの悲惨した肉片に押し潰されて死亡し、逃亡に疲れ果てていたところで長峰と三度再会し、彼女に励まされて奮起する。その後、壊滅した南安賀村の調査に同行した際、 以前の自分と同様に失意の底にいた流星を悟し、共に京都に向かうが、そこにイリスが降り立った上に追ってきたガメラも降り立ち、激戦によって生じた大混乱に巻き込まれる。その後の行方は明かされていない。ギャオスとレギオン双方の第一発見者の一人である。斉藤正明、本田博太郎、一からは出世しており、朝倉に不信感を抱いて警戒している。今や、 怪獣の専門家で通っており、一とは一転して、ガメラを弁護する立場へ回り、長峰たちに協力して、京都での綾名の居場所を教える。日野原刺激園、堀江啓日野原家の長男で21歳前後の大学生。母と違って心優しい性格で、改正を拒む両名の主張も尊重している。通っている大学が社の沢を調査しようとしたことがあるらしく、 シャノサワとそれに関わる伝承について自分が知っていることを、アヤナに教える。シャノサワから、アヤナを救出した流星に対して、アヤナを暴行して気絶させたのではないかと年齢の近い男として強く疑う。その後、自宅を奇襲してきたイリスに両親と共に捕食され、死亡する。桜井園、八島知人長法の後輩で、国立遺伝子研究所に勤務している。 クラタから送られたディスクとクラタについての情報を、長峰に伝え、長峰から送られたイリスの細胞を分析する。野尻昭夫園、河津雄介前作にも登場。札幌市青少年科学館の館長。にからは出世している。ギャオスやレギオンの脅威から人類を救ったガメラを、弁護し、批判される。綾名の両親演三田村国彦、加藤和子1995年のギャオス。 東京襲来時、娘のアヤナが手術を受けた直後ゆえに避難が遅れ、マンションの部屋に残っている、飼い猫のイリスを部屋から車に連れ出そうとした時に、上空から偶然カメラが落下してきた上、アヤナの眼前で、戦いの衝撃によってマンションは崩壊し、イリスと共に二人とも死亡する。父親は報道カメラマンで、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の取材経験があったことが、セリフから伺える。 渋谷の都事園、清川二次子流星、美雪の祖母、孫の流星に封印されている柳星針についての歴史や言い伝えを教えた。刺激の話では、大学が社の沢を調査しようとした際には、彼女が堅くなに拒んだために、わかっていることが少ないとされる。イリスの襲撃後も、上述の通り未公開シーンで登場しているので、生存している。女性キャンパー園。 仲間幸江南安歌村で友人の大介たち、数人とキャンプをしていた女子高生。イリスに捕食され、ミイラ化されるという最後を迎える。発州会場保険、大体の社員園、生生活費差発集会場保険会社に訪れた朝倉に、ガメラから採取された割れたマガタ玉を見せていた人物。3年前の仙台にて、ガメラがレギオンによる沈黙状態から復活した際、 アサギの持っていたものも含めて、すべてのマガタマが砕けていたことを明かす。ともみ、さなえ、なつこえん、たけむまなみ、ふじあかり、山口ぐちにき三人とも、あやなとさとるをいじめていた、同級生。間接的ではあるがイリスが誕生する元凶とも、なっており、村が襲撃された後の消息は不明。先見小隊小隊長、円高杉春海王の一刀陸さえ 渡辺博行シリーズ3作すべてに登場。南安賀村の山中で生態化したイリスと交戦するが歯が立たず、部隊は壊滅してしまい、その後の行方は不明。奈良の駐在、園。京都の景観、園、伊住院光る京都駅の近くで、イリス出現に伴う避難誘導を行うが、京都駅の方向へ行こうとした流星を、取り逃がしてしまう。 自分を押さえつけた大阪を背負い投げして逮捕するが、ガメラとイリスの戦いを見て、大葉様ともども絶叫する。奈良の巡査園、野口正宏イリスの襲撃によって、村の半分ほどやられたと、南安河村の被害状況を本部に、無線で伝え、長峰や大葉様たちに、社の沢の存在を教える。渋谷の OL 園、川島智子渋谷の女子高生、園、 庭の明日見茂樹の両親縁、斉藤明、ネギシとシエリとサトルの親戚で二人を引き取る。母は、綾ヤが名字を変えないことに不満を抱いている。父は改正しないことに不満を抱いていないが、母に促されて、綾ヤに名字を変えるよう悟した。二人ともイリスの襲撃によって死亡し、遺体を長峰や大葉様たちに発見される。医師縁。 田口チトモロウ・リョナが運ばれた病院の担当医。アヤナの病状を長峰に説明する。しかし後日朝倉の手引きによる書類を受け、親類が幼いサトルしかいないことと書類に不備がなかったことから、アヤナの京都の病院への移送を許可してしまう。開港チーフ園、広瀬正明、開港クルー園、石橋ともつ、郷上正治、小瀬川里田航空総体、コントローラー園、上川高也。 島田剛航空総隊、千人管制官、縁、石丸健次郎航空総隊、司令、縁、津川正彦ガメラがイリスを倒した後、ギャオスの大軍が日本に退去しつつある情報を聞き、優先攻撃目標を、ガメラからギャオスへ切り替えさせた後、自衛隊の陸、海、空の全総力をもって対処するように命令を下した。ホームレス縁、掛田誠、 土地のコーチ、三島青外党インタビュー対象者、縁、重松治、西名勝子越えの自衛隊員、縁、西名隆ザワイドディレクター縁、大宮太郎、ザワイドプロデューサー縁、渡辺一恵、ザワイド出演者、縁、草野一志、小沢良子、今日の出来事キャスター縁、高西美香臨時ニュースアナウンサー縁、増田高雄船継氏角田久美子、 松永文夫ウェザーキャスター園、松本市の武士部屋のレポーター園、小松美ゆき自衛隊海洋、研究開発機構エンディングテーマ、もう一度教えてほしい作詞、金子修介作曲。大英時代は、特馬ジャパンが販売元となる。いずれも2001年発売の端巻版マスターを使用している。ありがとうございます。